箱見つけたい。おーい、あの、お、返事がない。なんでよ、なんで返事してくれないの。どうして、怖い怖いよ。もう一人はやだ。あ、危ない、マルコの心が破裂する。助けてよ。間に合って。カーウェイブ。なにこれ、マルコ。アリア、みんな来てたの？もうちゃんと探してるって言ったじゃん。でも本当に危ないところだった。私が間に合わなきゃ今頃デジヘッドだったよ。大丈夫でしたか？すいません、待たせてしまって。うん、大丈夫。なんか私にも能力が芽生えたみたいだし。亀子のくせに生意気な。でも痛くねえのかよそれ。背中に穴が開いてんぞ。え、嘘、わかんない。小太郎先輩、サメ取って、サメ早く。なんで俺が取らなきゃいけねえんだよ。僕の図書館で騒ぎやがって。一人じゃ何もできないくせに調子に乗るな。うるさいな。あんたのことなんか簡単に倒しちゃうもんね。そうですよ。さあ他の人を探しに行きましょう。よかった、これで仲間外れじゃない。ナルコ、準備はいいか？バッチリ。スマホの充電も万端だよ。全力で行くぞ。全力で行くぞ。次もこの調子で行こう。一丁やっちゃいますか。
全力で行くぞ。よし、先に進もう。一丁やっちゃいますか。全力でいくぞ。アリア、どうだった？男といるより全然マシ。最初からここに来てればよかったよ。助けに来てもらっておいてなんだよその態度はよ。もうなんで小太郎先輩元に戻しちゃうわけ？え？どうせ人形になってたんでしょ。鋭いですね。お、やっぱりそうなんだ。そのままほっとけば一番うざくて邪魔くさい男が一人減ったのに。ごめん。なんなんだ。黙ってれば言いたい放題。この野郎。もう許さねえ。あっち行って。変態ぼっち。誰が変態ぼっちだ。犯行の現場を押さえとこ。こんな調子でみんなを見つけられますかね。うるさいぞお前ら。ここは静止の時をたしなむ。うるせえ。ガイアは黙ってろ。ガイアって、おい、僕の住み方ぞ。あんた少年ドールって言うからには男なんでしょ。やっぱりこういう陰湿な真似するのは男ね。とびっきりの電撃食らわしてやるから覚悟しとくことね。
帰宅部、活動開始だ。全力で行くぞ。ショーゴ、無事か？ああ、大したことねえよ。帰宅部、活動開始だ。手加減はなしだ。次もこの調子で行こう。いやー、面白い仕掛けだね。みんなも読んでみたらどうだ？だから直視したくない心の闇が書いてあるって言うんだろ。こんな子供魂、僕には通用しないよ。ほい、小太郎先輩と大違いじゃん。大人の余裕でしょうか。これで女だったら満点なのに。僕の本が通じないなんて、お前何者なんだ。お初にお目にかかる。僕は美和坂英二、帰宅部唯一の大人の男にして、知性、容姿、地位、全てを兼ね備えた完璧超人だ。すぐに君の化けの皮を剥がしに行くから、楽しみに待っていたまえ。やっぱ小太郎先輩と大違いじゃん。ちくしょう、かっこいい。ずいぶんしょってますね。やっぱ男だわ。ちょっとはできるみたいね。全力で行くぞ。邪魔くなるのか。ぴったりな曲だろう。ショーゴ、無事か？ああ、大したことねえよ。心細かったの、ありがとう。
あとは三笛と健介だな。ところで小太郎くん人形になってないのね。私が助けてやったんだってば。ああ、道理で。そりゃどういう意味だよ。群れなきゃ何もできないくせに生きがりやがって、このウジ虫。そこまで言うなら自分で私たちを捕まえに来たらどうなの。私たちもあなたに聞きたいことがあるから来てくれるのならありがたいんだけど。自分から来たくはないみたいね。だったらお望み通りこっちからお邪魔しましょう。さあ始めよう。全力で行くぞ。待ちくたびれましたよ。あとはミフエちゃんだけですね。早く見つけてあげましょう。ところで
小太郎先輩が人形になってないとは意外ですね。期待してたのに。だから私が助けたんだってば。オッケー。ああ、でもなんでキレてんですこの子。やっぱりみんな考えることは同じみたいね。人の振り見て我が振り直せって点では小太郎くんもみんなのためになってるのかな。なんでどいつもこいつも俺が人形になってるって思ってんだ。あの小太郎先輩もそうでしたけど、どうして少年ドールさんは人を人形にするんでしょうか。しかもその人形の目や耳に釘を刺したり口を縫い付けたり。どうしてって、そりゃあれだよ、なんでだよ。ケスケ君、少年ドールさんのこと他に何か知りませんか。まともにコミュニケーション取れるタイプじゃなかったからな。作っていた曲のことくらいしか分かりませんね。仲間とか友達とかそういうのを否定して孤独こそ全てだみたいな歌ばっか作ってますね。まあそういう年頃もあるわよね。なかなかそういう考えのまま生きていくのは大変なんだけれど。裏切り者め、恥を知れ。お前も群れないと何もできない愚かな存在だ。やあやあ、お久しぶりです少年ドールさん。すみませんね、裏切っちゃって。帰宅部に着く方が面白そうだったんで。ああ、それとおっしゃる通り、群れないと何もできませんよ。僕才能ないもんで。さあ皆さん、正々堂々群れながら早くミフエちゃんを探しましょう。いい性格してるよお前。蹴散らしてあげる。全力で行くぞ。ショーゴ、無事か。ああ、大したことねえよ。
先輩遅いですよ。はあ、お腹すいた。ここから出たら何か食べに行きましょうよ。よし、全員揃ったな。あとは諸悪の権化をぶちのめすだけだ。こんな目に合わせてくれた人にはどう償ってもらおうかしらね。あ、そういえばストップ！気持ち人なら私が人形になってたのを助けたの！オッケー！え？どうしたの？ありゃ、鈴乃ちゃん、何か考え込んでるようだけど、どうかしたの？あ、いえ、みんなが無事で本当に良かったです。さて、そんじゃ全員揃ったところで少年ドールをぶん殴りに行くとすっか。やめろ、それ以上進んだら死ぬことになるぞ。そんなこと言われて立ち止まる人はいないですよ。さ、みんな行きましょう。思う存分やってくれ、アヤナ。はいはい、巻き込まない自信はないわね。いい調子だ。帰宅部、活動開始だ。手加減はなしだ。全力で行くぞ。全力で行くぞ。アリア、どうだった？うん、いい感じだったよ、みんな。ちょっとはできるみたいね。
手加減はなしだ。まだまだ。手加減はなしだ。よし、先に進もどうやらここで終点みたいだな。みんな準備はいい？少年ドールに人形を元に戻させて、それからミュウの居場所を聞いちゃって。やめろ、後悔するぞ。入りましょう。手応えありそうだ。全力でいくぞ。次もこう行きたいもんだ。容赦しねえ、こいつら。ショーゴ、無事か？ああ、大したことねえよ。来てやったぞ。出てこい。て、なんだこの部屋。ずいぶん生活感あふれる痛々しい部屋ですね。うわ、汚い部屋。気味の悪い人形に、あっちは美少女フィギュア。ゲーム機に漫画の山にティッシュの山。理解に苦しむな。最悪。ああ、悪いことは言わないから、あのペットボトルには触るなよ。これはどっからどう見ても引きこもりの部屋だな。てめえが少年ドールか。よくも聖域を怪我したな。ブレなければここに来ることすらできなかったくせに。寄ってたかって人をバカにして、野獣ぶりやがったクズどもめが。絶対許さないぞ。そんなに群れを意識するのは、自分が他人と打ち解けられなくて寂しいからじゃないんですか？鈴乃ちゃん。ふざけるな。僕は望んでここを貫いているんだ。無神経なバカどもと関わらなくて済むようにな。なら
いつまでもコソコソしてないで私と話してください。どうしてみんなを人形にして傷つけるのか教えて。孤独を守るためだ。ここは僕の図書館だ。それなら追い出すだけでいいじゃないですか。人形になった愛ちゃんを元に戻して。黙れ。みんなを人形にするのは別の理由があるから。違いますか。人形の目を潰すのは視線を合わせられないから。口を縫うのは話したくても話せないからじゃないんですか。やめろ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 。そして耳を貫くのは誰も自分の言うことなんて聞いてくれないと思ってるからなんじゃないですか。知った風な口を聞くな。お前に僕の何がわかるって言うんだよ。わかります。ほう、そうか。お前も僕と同じここを重んじる人間として。人と関わるのが怖いんですよね。あえてそんな見た目を選んで自分から人を遠ざけてるんですよね。うん、違いますね。自分から遠ざけているってことにしたいだけですよね。はあ？何言ってるんだお前。僕は自らここを選んでいるだけで。私だってあなたと同じです。自分が傷つかないために人と関わるのを避けてきました。ふざけるな。僕と同じだなんて嘘じゃないか。今だってゾロゾロ引き連れてきやがって。お前らリア充はいつもそうだ。無遠慮で自分たちの常識に合わないものは集団で攻撃し決して受け入れない。悪いのは僕じゃない。お前らリア充が自分が中心だと思ってる社会の方だ。うるさいうるさいうるさい。そんな説教を聞き飽きてるんだよ。お前らには人形なんか生ぬるい。そのまま目をくり抜いて口を縫い付けてやれ。僕の聖域を荒らしたんだ。目をくり抜いて口を縫い付けるだけでも足りない。生きたままバラバラにしてやる。話を聞いてもらうために必要ならば受け止めます。これならどうだ。今楽にしてあげる。楽しい人形劇を始めようか。壊してる。もうダメ。ダメだ。負けない。コツがつかめてきたぞ。こいつとか。はい、このままじゃ少年ドールさんがかわいそうです。私気持ちはよくわかりますから。スズナちゃん
私も一緒していい？はい、喜んで。じゃあ僕も。私、お弁当作ろうか？それは聞き捨てならんな。ただ飯なら俺も行くぞ。シャメ取る人も必要だよね。なんなんだよお前ら。俺も行くかな。シーパライソえ？ミュウの居場所を聞きに来たんでしょ。シーパライソでイベントに参加するらしいよ。君たちのおかげでデジヘッドが減ってきてるから増やせってソーンがうるさいんだ。行けばミュウに会うチャンスぐらいはあるんじゃないかな。ありがとうございます。あのさっきの話本気なの？一緒にご飯食べようってやつ？はい、もちろんです。楽しみにしてますね。外の人たちももう人間に戻ってるよ。愛ちゃんとかいう君の友達もね。ありがとうございます。よっしゃ、じゃあシーなんたらってとこに向かおうぜ。シーパライソか。どうかしたのか？ううん、なんでもないわ。よう、ミネサワ、元に戻れてよかったな。帰宅部の連中か。元に戻ったとは。人形にされてたんだよ、少年ドールのせいで。少年ドール、そうだ、僕も小池からここに少年ドールがいるって聞いてきたんだ。人を人形にする力か。人知を超えているな。対処のしようがない。安心しろよな、俺がバッチリ少年ドールに説教しておいてやったからよ。お前たちがどうやってあいつらを相手に？俺たちにはデジヘッドと戦うための武器があんだよ。武器？まったく、コタロウってば、口が軽すぎるんじゃない？なんだ。はーい、イケメンくん、あたしアリア。カタルシスエフェクトはユウの中にある心の力だよ。自在に操るにはあたしの助けが必要だけどね。言ってることはよくわからないが、お前たちが少年ドールを退けたのは事実だろうな。お前の助けを借りれば僕にも戦うための力が手に入るんだな。ユウもメビウスに気づくほど現実への強い執着を持ってるわけだし、可能性は高いだろうね。なんだよミネサワ、今まで散々断ってきたくせに今さら帰宅部に入るつもりか？メリットがあるなら話は別だ。今さらだが、僕も帰宅部に入れてくれないか？そうか、ありがとう。アイちゃん！スズナちゃん？怪我とかない？大丈夫？気分悪かったりしない？うん、でも図書館に来て何してたのか思い出せなくって。あっちはあっちで友達と再会できたみたい。さあ、とっとと先を急ごうぜ。ミネサーも準備はいいか？お前は帰宅部で一番の新米だからな。おい、聞いてんのかこの野郎。急に先輩面しだしましたね。目的地はシーパライスだ。そんじゃ移動しようぜ。なんて久しぶりだよ俺。
バッカみたい。あんな図体してなんで泣くかな。ユウ、本当男には厳しいね。あっちに行くと水族館みたいですね。みんなで写真撮ろうよ。写真。小学生の遠足みたいだな。いつもこんなに騒がしいのか。マシな方です。はあ。琴の、大丈夫か。え、あ、うん。ミュウのイベントってどこでやってるのかしらね。ん、あ、綾菜先輩、これこれ。何、ミフエちゃん。見てください、これ。リアル脱出イベント、至福の国への脱出、大絶賛開催中。沈みゆく現実からいち早く逃げ出し、ムーの女王ラミューのライブに参加しようって、イベントってこれか。ですよね。なんだなんだ。小太郎先輩。この、いきなり何しやがる。急に許可なく近づかないでください。ただでさえ沸騰しいのに。なんだと、もう頭きた。それでどうやって一緒に戦うんだ。いい加減慣れやがれ。シャッターチャンスね。なるほど、幼稚園児だった。先輩、これ見てください。ムーの女王ラミュー。これで間違いないみたいですね。ここの遊園地、現実でもムー大陸がテーマなのよね。ムー大陸って海に沈んだ伝説の大陸とかいうあれか。ええ、大きなピラミッドみたいな太陽神殿ってアトラクションがあって、頂上の会場はイベントや結婚式なんかに貸し出しもしてるみたい。詳しいね、琴乃さん。はあ、まあね。よし、幼稚園児どもを回収して行ってみよう。はい、みんな集合。うわー、うわー、でっけー、すげーぞこれ。ネットの写真よりド迫力。うっそ、制限時間内に脱出しないとミユのライブ見れないの。マジかよ、絶対脱出しようぜ。頑張んなきゃ。謎かけとかあるんだろ。体力なら自信あるんだけどな。おい、プロデューサー口なしだってよ。ねえねえ、口なしの曲ってやばいよね。うん、超やばい。聞いてるとリスカしたくなっちゃうの。ずいぶんとめんどくさいイベントみたいだな。謎解き？絶対小太郎先輩が足引っ張るに決まってる。なんだと？電気うなこ。何それ。あ、あはははふん。謎解きなら僕に任せてくれたまえ。頼りにしてるわ、岩坂君。主催は口なしさんか。無口で何を考えてるかわからない感じの女性ですよ。口なし、花ですよね。確かとても幸せとか沈黙が花言葉ですけど、関係あるんでしょうか。どうあれ、このイベントをクリアしないとミュウには愛そうもないな。じゃあ並んじゃってみんな。オッケー。あいつは、そうか、あいつも帰宅部に。ねえねえ口なし、
この衣装似合ってる。お日様ティアラ曲がってない？口なし？アリア。リアル脱出イベント至福の国への脱出へようこそ。皆さんは今夜にも海に沈む宿命のムー大陸市民、太陽神殿内に待ち受ける数々の試練を乗り越え、ムーの女王ラミューと共に至福の国メビウスへ脱出してください。ムー大陸が沈むまで残された時間はあとわずか。さあ心の準備はよろしいですか？うわぁ超萌え。もう落ち着いて。なんだかドキドキしてきた。ワク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 。スタート。私はラミューに仕える神官ガーデニア。ムーの子らよ、よく聞きなさい。もうすぐムー大陸は邪神ガタノスワの呪いで海に沈む。うわ、なんだ。耳が落ち着け、スズナ。しばらくダメそうだ。あれ、小太郎先輩、額に何かついてますよ。そういうケンスケ君も。何それ、ハメタついてる。これが呪い？落ち着けみんな、ただのブラックライトスタンプだ。ブラックライトを当てると光るクラブなんかで押されるあれね。ああ、入り口で押されたのこれだったんだ。しかし気持ち悪い印ですね、これ。すげえ、本格的だな。太陽の印を持つムーの子らよ、苦難を乗り越え、ラミューと共に至福の国メビウスへ脱出するのです。これが太陽の印みたいですね。太陽というよりイカかタコみたいだが。スズナちゃん、いい？これはただのアトラクションだから落ち着いてね。はい。すみません。鼓膜が破れちまう前にこっから脱出しよう。